このロープウェイは海抜が308メートル、フジヤマの山頂日本平らと海抜が270メートルの不動山との間を165メートル、約5分間で連絡しております。山線構想式と申しまして、前の方に3本のロープからいただけます。一番太いロープを四三駆と呼びまして、直径が5センチ、電車に例えますとレールの役目を果たし、この2本のロープによりまして海辺を 4.7 メートル、時速17キロで進めております。そして左手一帯が両分かれて、昔は日本平と久能山一つの山続きだったようなんですが、長い間の大雨や地震などにより柔らかい土地だけが押し流され、硬い部分だけが残り、このような険しく切り立った姿になったということで、左手後ろ何枚も屏風を立てたような姿に見えるところから、この辺りを屏風なりと呼んでおります。そうしますと、進行方向左手前の方からは日本平行きのゴンドラが近づいてまいります。梨地色に葵の子もお姫様のお籠が左手、こちら側がお殿様のお籠です。すれ違いますところが領域の中間真ん中です。時速は17キロ同時での通過となります。進行方向左側、